どうもーバタヤンチャンネルでーす。皆さん、私今お家を全部お片付けして、すっごい住みやすいお家にするぞ、最後の片付けということをテーマに今お家を大改造しておりますが、キッチンはもうちょっとは映すしかない。全部はお見せできませんが、毎日私お料理の動画をやっておりますので、映すしかないです。というかもう映したいです。いいですか皆さん、キッチンのものをすべてリビングに出して、いるものいらないものを仕分けして、そしてむちゃくちゃ使いやすいキッチンになりました。ありがたや。ということで、新しいキッチン、これから私このキッチンでお料理いたします。はい。今までのキッチン覚えてますでしょうか。ぐちゃぐちゃ子でしたけれども、今日からはこのキッチンです。3、2、1、ヘイ、チャラララララチャラララララララチャララ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 ラ、ここなくなった。チャララ、すごいでしょ。ちょっと皆さん、もうこの辺のもごちゃごちゃしてたのも全部、なんかすごい声がいつもより響く気がするわ。どうしたの本当に。ですね、ここなくなって大丈夫なんとかいろいろあると思うんですけれども、ほんでほんまやったらね、素晴らしい、もうすべてのところをお見せしたいんですけれども、それはですね、6月の土曜日に毎週どん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 お家の中のビフォーアフターとか片付けの様子を配信していきますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ということで、キッチンは綺麗になったんですけれども、料理はいつも通りです。今日は人参しりしりと、ひじきをちょっと作ったけど、それとそら豆と、あと冷凍の餃子、なんでさ、なんかいっぱいあるやんと思うけど、そら豆はね、ひじきが子供が食べへんかったら嫌やから、一応人参しりしりするのかなと思ってるのと、そら豆はお母さんにたくさんいただいたんですよ。このようにこのようにたくさんいただいたので、これを全部子供に置いてもらう。今ダメなのね。あかりちゃん、そら豆むける？むけない。え？じゃあ、じゅう、手が空いた時にやってもらっていい？むきたくない？今空いてるよ。あ、じゃあお願いします。方が広くなったから。ほんなら、ここに全部ゴミ入れていってくれる？そら豆全部抜いて入れていって。どれぐらいになるかな？多分この中に入ると思うのか。多分な、そこ。うん、そうそうそう。こうやってこの辺、そうそうそう、もうくしゃくしゃってやってみる。で、これ分離して。よし。で、お母さんはひじき。ひじきがないパターン、ちょっとあんたがここに、ジュウがここに頭ゴツンってやるのはまだまだ先の話かな。緑上ひじき、これ全部いっちゃおうか。ひじきが意外と少ないんかしら。だいたいなんて書いてましたね。あは。たっぷりでも30分から1時間浸す。6倍になる。もういっぱい作ったら本当にまた。よし。大きいやん、すごい。これお母さんが送っていただいたんですよ。楽しみだな。楽しみでーす。
皆さん分かる？ボールが、ボールの位置が変わってます。ボールの位置だけじゃありません。今までと同じところに入ってるのがほとんどない感じ。多分調理しながら、え、ここになったん、あそこになったんってびっくりされることでしょう。まあちょっとこの話はまた、みんなで調理しんどいの大丈夫？静かに。でもさ、それわざわざここせんでええで。ここ指でこうやってやったら、これ最近ずっとしちゃった。あ、そっか。こんなに大きいのにこれが2個しか入ってない。そんなもんなの、それもなんと、このこっちの皮の方が食べる部分多いパターン。うん、ひじき多すぎんのかな。これが6倍よ、とんでもない量なのかしら。いや、また忘れたことやからアホみたいに作っとこう。なんでかた、お母さんがまたタケノコ送っていただいて、しかもね、ちゃんとあの、なんていうの、なんか ゆでて、なんかどんなして、私はもうお母さんがいつもゆでたやつ送っていただくからあれですけど、ゆでたやつで、だから、全部やる。多すぎんのかな。いや、これだ、ひじきあんませえへんから、水に戻したらどれぐらいの量になるっていうのかちょっとよく分かってないんですよ。だからこのまま水に戻してからなんか切るらしいねんけど、私それめんどくさいから、この乾燥してる間に、乾燥してる時にもポケット切っちゃう。今日いっぱい入れるわ、リュウ。あんたの好きなレンコンも入れてな。 OK。手伝おうか。うん。人参しりしりして、ひじきと餃子や。どうりゅう、だんだん落ちきれくなってきた。だんだん落ちきれになったよって、もまだちゃんと終わってないからさ。うん、まだ汚いとこいっぱいあるな。でもこれまだまだ完璧に切りになったらめっちゃ楽しい毎日になるで。あっそう。あっそう。少々お待ち。あそこの過去の分のでどうやって洗うんですかって言うでしょ、思うでしょ。それちょっと料理しながら説明しますね。あかりちゃん、これ向かない一緒に。じゃあこれもこれテレビ見ながらやってみる。やだやだ子です。やだやだ子です。やってほしいな。あ、じゃあお母さんめっちゃやり方発見した。見て、こうやって絶対こうやっておんねん、ポキって折ったらほら、どう？やめる。こっちの方に捨てていこう。こっちがいっぱいになるよ。どういうこと？大小いろんな大きさあるからね。これ持って茹でて。でもね、これなかなか大変やな、作業やわ。この殻を置くのなんて別にへのかっぱよ。すべてを出して、いるいらないを分けていく。これね、ぜひ見ていただきたい。今度の新しいあれを。ぜひ見ていただきたいわ。I'm gonna go.
ってない。違う、おもちゃ。ああ、自分の中の物語ね。自分の中の物語。こんなにいっぱいあるけど、でもこれ量知ってる？これお母さん、これスーパーで売ってるの見てんけど、うん、これぐらいの量で780円。だから今日なんかこれ何もう5000本ぐらいあるの。これでも本当は0円。あ、こんな今度こんだけ置いといて、これ焼こうかな。お母さん焼きそら豆なるよ。うまい、うん、美味しいと思う。焼きそら豆しよう。こっからビニール出てくるから、ビニールの場所も変わっちゃって、思わずあっちに行っちゃうよ。いや、お母さん、なんか昔居酒屋で焼きそら豆食べた気がするの。美味しかった。よし、これは焼いちゃおう。焼いちゃいましょう。焼きそら豆を、これを焼いちゃいましょうか。焼いちゃいましょうか。よっしゃに人参し、人参ケツケツやって、人参ケツケツやりまして、テネキュー、ありがとう、助かりました。助かりますビース。ああ、そういう設定っていうことね。そういう設定です。うん。どうしよっかな、先に何しよっかな。人参しりしりこか、人参しりしりこか。これね、下のマット取ったでしょ。だから私思った、マット取ってここ洗い物終わった後、下見たらべちゃべちゃやね。だからいつも私はあれ、これあのスリッパ履いてるから分かれへんねんけど、マットも湿ってたんやろうな。私が素足でここに立ったことがないから、もうすごい逆にこうやってちょっと汚れたらすぐ服癖つくわ。てか今までここにゴミがあってもそんなにさ、だからすっごいゴミがあったらいつもこうパンパンパンってすごいマットしてたんや。でももうマットも何ももうすっごいゴミとかがすぐ 目につくからすぐせなあかんねん。どうしよう、人参しりしり。まあこれが30分かかるから、あと20分ぐらいか。ほんならこれタイマーしとこうか。よし、ね、さっき人参しりし、よいしょ、人参しりくでーす。人参ケツケツです。人参ケツケツくでーす。人参ケツケツと入りましょう。ここもね、すごいすっきりして、結構いろんなもの厳選したのよ。だから、鍋がとにかく減ったから、これで人参しりしりしようかな、今日は。いや、待って、人参しりしり。人参しりしりはこっちでいいか。人参よいしょ。はい、あーあー、言って。困ったもんですよ。でもすごない、ここがなくなっただけで。じゃあね、言いましょうか。じゃあここなくてどうやって洗うのすんのって思うやんか。で、私はこれほんまはあんまり詳しいことはそのあれで全部言いたいからあれやねんけど、ここの先生に言ってて、私もうここなくなったら洗い物どんどん置いていかれへんし、洗わないから嫌だしって言ってんけど、ここ全部出して全部片付けて、ほんまなぜかここが、ここの上下段って2段に分かれてんねんけど、下段が丸々開いたの。丸々開いたから、じゃあこういうのがいっぱいなんか買って置いてたのがあったから、だいぶ前のやつで。だから洗い物まとめてするときはここに置いて、洗い物してすぐ拭いて、これもきれいに洗って
ここにまた片付ける。こういうふうに、今のところ一回このやり方でやってみてね。もしかしたらこのやり方も変わるかもしれんやけど、ほんで、じゃあここの洗、ここを料理しながら洗ってるときは、じゃあどこをこうですかって言ったら、次はここにこういうぺったんこのやつがあるから、ここにキッチンペーパーなりなんなり敷いて、で、ここにちょっとこう洗ったものを置いていくみたいな。こういうふうに今のところ考えております。なんかめんどくさそうと思うやん。私ね、このキッチンによって変わったのが、いつもご飯食べ終わった後に、なんかすごい、あれが嫌やってん、もう洗い物だるいなと思ってんけど、なんかそそくさとすぐに洗うようになってる自分もいてる。あの、なんとかな、あの、ほんとに使ってたの。人参がちっちゃいよ、これ。ちゃんと見て。そういう感じなのよ。とにかく自分でもびっくりやな、や知らんけど。ほんで、じゃあ、あれどこ行ったんですかと。あれね、まな板。まな板、ここ。まな板、ここ。まな板が、で、包丁いつもどおり、だから包丁とザルやわな、ここ。そんな感じなんでいい。だから、初めはね、だから調味料とかも、みんなが初めてここになったわ、調味料も。だからどこがどうやって、で先生が自分でやりやすい場所に変えていっていいって言ってくれたけど、まあ、とにかくちょっと見てください。まあ、とにかく私はもう、もうもうもうです。びっくりしております。もうもうもうです。もう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 です。あれ使ってんの。でも先生の話聞いてたらいろいろ勉強になるわ。ほんまに。ほんまに勉強になる。なんか、入れ子？入れ子ってわかる？言ったら、これにも大中小とかをこう、重ねていけるんだから、私のさ、ボールは全部バラバラだから、だから先生が、あれ、何人に答えてる？もう新しく買うんだったら、だから皆さんもしこれからね、新しくなんかキッチン用具揃えようと思ったら、入れ子、とにかくもサイズが全部一緒になるような、一緒ちゃうわ、あのスペースを取らないようなものを買った方がいいんだって。まあ、私ここにおったらもう全てのこと喋っちゃいそうになるけれども、もう喋りたいぐらいよ、発揮しみて。でもな、ここのキッチンのもん全部出してみ、私ね、こんなにキッチンだけでこんなに物ありますかって感じ。言うたら一番大きいのはもうおでんするときのお鍋やわな。で一番ちっちゃいのはもう言うたらこの箸立てやわな。台から一番ちっちゃいのまで全部出したらすんごい量やから、ほんまに気筒なんで、一瞬一瞬ちゃうな。1分ぐらい聞いとうなったわ。なんかもう、ああみたいな。なんでかって、キッチンをやったのが、まるまる1日片付けるのを2日連続でやってるけど、2日目やってるのよ。だから、1日目はまだワクワク感が、よし、今日から始めるぞみたいな感じで。ほんで、やったら、大変やな、やっぱりやけど、2日目はさ、前日の大変さが分かってるから、で、分かってんねんけども、分かっちゃいるんだけれども、言うたら1日目はクローゼットとかやってんけど、クローゼットを3つ1、2、3、4つ4つ分のクローゼットを全部出してやってん、1日目は。ほんで丸1日かかったやん。ほんでキッチンは一番そんな狭いやん、そんな場所的に。だからそんな3時間、最高3時間あれば全部出して、選別して、で、片付けていくっていうので、3時間あったらめっちりやったら終わるかなと思ったけど、10時間かかった。キッチンだけです。まあ、途中休憩入るよ。みんなでご飯食べたり、ちょっとお茶飲んだりね、お菓子食べたりっていう時間も含めて、10時間。休憩入れて10時間。ただ、その、
その大変な後には本当に。で、はるちゃん、私のね後輩はるちゃん、まあ、後輩というかもう妹分みたいな感じで、ほぼ妹みたいな感じが、今までねもう出会ってから20年以上経つねんけど、昔私が家が近所やったから仲良くなって、家が近所やったからもう仲良くなったきっかけは分かるんけど、まあ仲良くなってもめちゃくちゃ仲良くなったのは家が近いから仲良くなって当然みたいな感じになってんけど、だからハルちゃんが片付け大好きやね。自分の家はもうすっごい綺麗になってね、いつも私の家来てもリエさん家は汚いから、もう私がハルナが片付けるって言って全部片付けてくれんねんけど、結局すぐに汚くなるの繰り返し、それが20年続いてたわけ。ほんでハルちゃんを、もうハルちゃんとハルちゃんと先生がおったらもうお片付けの師匠と弟子みたいな二人やからさ、お片付け大好き人間やから、こんなこんなリエさんこんなのいらないさとか、沖縄の子やからリエさんこんなのいらないさとかなんかめっちゃ言われてる、はぁって感じ、まあ、はぁって感じやねんけど、で先生はこれがいらない理由って言ってくれんねん。だからね、あこれもいらんの、あなるほどそういう理由みたいな、すごい勉強になった。だからね、今まで何でもポチ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 私ネットで何でも最近買ってたけど、自粛期間入って特に何でもすぐポチッとしたあかんわ。だから今いろいろまた新しくね、今まで夫婦のベッドがなかったから夫婦のベッドを作ろうとなってんねんけど、そのベッドももうすっごい厳選していろんなことを考えながらもうすぐにポチッとしませんって感じ。でね、この1個ぐらいやったらね、もうすぐに洗ってパッと拭いても片付ける。もしくはこれは切りやから、これは切りやからちょっとここに倒かしよしょ、よし、さっき人参しいてしい、いや、さっき味噌汁もちょっと作った。お味噌汁なら、まさにお味噌汁なら朝にね、人参しりしりこです。もう切り物先切っとくか、よし、先に味噌汁をたけのこを用意していただいたんですよ、お母さんが。これもっとあったのよ、これこれでも半分ぐらいになった感じ。うん、キュウリ、うん、あ、いいよいいよ、人参サラダって言ってなかった、キュウリサラダだっけ。うん、本当は人参サラダだけど、うん、キュウリ、オッケー、両方ともつける、オッケー。ねえ、しゅん君宿題やっちゃいなよ、オッケー。皆さんちょっと6月の土曜日の配信楽しみにしててくださいね。ちなみにですね、4月のクスクス子育てママトークは、不登校をテーマにして専門家の方、専門家っていうか、あの不登校新聞の編集長に来ていただいていろいろお話を伺ったんですけど、来月はですね、藤原ランドの藤原君と奥さんのミサさんに来ていただきます。何これ、うん、
誰でしょうか。竹の子いっぱい入れたよ。俺の餅に誰か来るの。もう来ないよ。めちゃめちゃ面白かったわ。いや、あそこの夫婦仲いいわ。いや、藤原ランドも何回か見させてもらってんねん。結構ちょこちょこ見てんねんけど、すっごい仲いいのよ、ご夫婦二人が。いや、その、なんで仲いいかの秘訣が分かった。私分かりました。話聞いてて。でもそれって大切なことなんやなと思った。本当に。まあ、本当に仲良しやな、あそこ。うちも仲悪い方ではないけどね。これね、ひじきの中に私も入れようと考えてるのが、私が一回お母さんが作って、あの旦那のお母さんが作ってくれたたけのこと、えのき。えのきなんか入ってない。たけのこと人参が入ってる、あれを作ってくれたのよ。ひじき、めちゃくちゃ美味しくて、で、コーンも入ってたかな。だから今日も、ちょっとすっごい、そのひじきがめちゃくちゃ美味しくて、で、お母さんに聞いたら、もう、めんつゆとみりんだけ？うん。そんな感じ。そんな感じなの。だから、ちょっとそれを押していっちゃう。ショータイム。ショータイムですよね。具だくさんだよね、具だくさん。ひじきの煮物でひじきだけ、なんかほとんどひじきだけやけど、ひじきよりも野菜の方が多いぐらいの雰囲気やな。どっちか言うたら。もっとこっちも入れたいけど、今日はこれでいいでしょうか。レンコンカン。レンコンカ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 ン。うっそ。カン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 。なんかここがないだけで、もともとここのあれを洗ってるときはさ、洗ってるときは何回もないことはあったけど、あまりにもすっきりして、なんか変な感じやな。あ、でもそんなわけで、下に下ろしてたらいつもと一緒か。私からの目線は何もかも変わってるんだけどね。すごい取れるね。何この威力。あー、痛いわ、減る。皮膚痛子です。こんなんで、あー、でも紐、あー、めっちゃ痒い時にこれで背中ガリガリしたらちょっとええ感じみたいな感じやな。なんか言うてることが分かるような分からないようなでしょ。分かるような分からない。うん、でさっきお風呂沸いたんだけど誰も入りませんけど、どういうことでしょう。あ、5分沸いたら入る。 OK。
ってもまだ家の中ぐちゃぐちゃやね。一つの部屋は結構これからまだ分けていかなあかん。とりあえず置いてたり、人にあげるもんとか、じゃメルカリ売ってみようというものをまとめて置いてるなんか部屋が一個あったりして、それの部屋の3分の1がそこで埋まってたりするからね。はあ、大変ですわ。大変ですな。ほんでその先生とったら、いろんなアプリがあることが分かんない。部屋の片付けにアプリなんて関係あると思うよ。あるで。先生にぜひ皆さんほんまに見て、あ、そのアプリあんのか、これいらんやんっていうのとかあんのよ。意味分かれへんでしょ。今まで散々置いてたものがアプリ一つで全てなくなるという。鉛筆にして。お母さん、しゅんこのやつ、新しいの3本ぐらい入れてあげたけどな。そう、入れたよ。ちっちゃいリンゴにしてあげてよかったのかな。まあ、やっぱり今さら。いや、食べるときはモリモリオでいっちゃいますからね。モリモリオ先生でいいです。うん、で、ここに人参。あと5分でやりに行きますか。人参。でさ、私がさ、さっきも、まあ、もしかしたら私が入れてるかどうか分からないけど、その全出ししたっていうね、のした時に、私これ一丁切りにしよっかな、一丁切りでいっか。半分ぐらいを一丁切りにしよっか。半月切りでいこうか。ほんなら、これをやってキッチンをきれくする勇気がないって非常にわかるわ。だから先生のをぜひ見ていただきたいぐらいですけど、私が全然コメント返しできてない、コメント返しというか見てハートマーク押したりするのできてないから、本当はそれどんどんやっていきたいんだけど、なかなかできてないよ。しょぼんね。りゅう、お風呂入る前にゴミ捨ててきてくれない？はい。Thank you。どこ？玄関に置いてる。OK。行ってきます。で、Thank you。これとシータ。よいしょ。ちゃんとしゅうかもお風呂入っちゃいな。あかり、今削ってんの。あかり、散々さ、お家帰ってきてから宿題もセンター遊んどいて、何今さら削ってんのよ。これにしてるな。だからまたみんなが今の家の生活にちょっと慣れてないとかね、今まであった下着とかお洋服の置き場が変わったからちょっと違うんだけどね。よっしゃ、さっきます。
なんか弾くやん。これで人参しるし、わあ、蓋閉めたらこれなんの。だからみんな私の家のどこに何があるか分かってってなってたでしょ。はい、もう油はここですよ。油いつも上から取ってたけど、油はここですよ。なっちゃいましたよ。これは人参しりしりやな。そうだよ。嬉しいですか。おいしょ。緊急事態宣言も大阪もどんどん出ても大変やな。これオリンピックも多分やるってなってるけど大丈夫なのかな。本当にどういうことなんでしょうかね。はい、あの学校の先生が、うん、あ、そうなの。楽しみだね。うん、オッケー。3本ぐらいできたら楽しいな、それ。あとは、ナッツと、うん、ミートマトも作る。え、誰が作るの？だよ。まあ、そういうのあったよ。うん。すごいじゃん。うん、すごいじゃん。兄ちゃん、すごい。うん。どういうのつけをそんなんしてほん、はい、じゃあ明かり、ここじゃないんだよ、ボールこっちか。わからなくなっちゃう。癖って怖いな。癖って怖いよ、皆さん。もうこれはしゃあないよ、しばらくは。しばらくはしゃあないです。でも私さ、よくさ、あの、よくテレビの番組とかでさ、お家を丸ごとじゃないけど、この部屋をめちゃきれいとするとかってやってるやん。で、見てても絶対できへんわと思ったけど、私やっぱ今回これやろうと思ってるのが、別にこの YouTube の企画というよりも、別に私が YouTube やってなくても先生にお願いしてやってもらってると思うねんけど、やっぱり、もうね、私もう嫌気なさしてん、あの、言うたら足の振り場がございませんぐらいの手が汚いっていうわけじゃないのよ、正直。私の家ってここじゃない、もう調味料、どこが調味料、こっちだった。塩コショウで、ここに鰹だしとかも、で先生がもうこっちに鰹だしとかをこういうのを入れ替えてくださいって。あとこれを何個か買おうなんて。なーに？わかったよ。前にも出ない？新しいのある？ある。オッケー。はいはい。だからそうなったら今度からこれがこうやって開けるのか。これがちゃんと密閉されてんねんって。
こんなでっかいとこ、ここに置かれへんかったからさ、こんなでっかいの頭になかったけど、これが、なんでこれが、なんでこれにしなさいって言われたりよくも言うわ。だから私が先生、私が今使ってるやつ1個1000円も使うんですけど、そんな高いのみたいな。こんなちょっとしか入らないので、とか言って。だからもっとなんか、だからここに入れるには最高やねんけど、だから先生もめんどくさくりとかじゃないねんけど、先生の話聞いてるとね、いや無駄なことはしたくないって感じ。いや無駄なことはしたくないのと、無駄なスペースを作りたくないという、とにかく話聞いてたら勉強しかなれへん。なに、うん、うん、一番消えるのはこっちの消しゴムだと思うよ。うん、今はちょっとまだちょっとこれねやりにくいですけど、しばらくはちょっとこのままで。やったよな、これと将棋だけやったと思うんですけど、もうちょっと塩コショウしよっかな。見て、うん、こっち来ないで。うわーすごい綺麗、最高。改造した、改造した。もうすごいな、部屋が変わってきたらね、子供も筆箱の中を綺麗くしたがるようになったわ。今まではさ、貧乏削りいうのを右と左いうか、もう上と下いうか、左右どっちも削ったら鉛筆使ったりね、で鉛筆も全然なんか芯折れたままそのまましてたりしたのに、やっぱ子供も変わって急に筆箱の中で片付け出したら、もうどういうわけだよ。これ結構炒めとかないと、まあいっか、よかった。味の素も入っとこう。お母さんの味です。私、醤油振ってないかも。ママ、定規ももらうよ。どうぞ。言ってた？うん、いろんなとこの線引くときにまっすぐ引けるからええんちゃう、ほんなら。うん。ほんで、一応ね、もうこれじゃあキッチンでいらんから、一応ここにあったカゴも一応捨ててないで置いてるんですよ。急に敬語急に敬語置いてね、なんでかって言ったら、やっぱりこのカゴあった方がいいってなった時にすぐできるように、だから置いてるのは置いてるね。でここのこういうのも一応今ここなくなってんねん、いつもこれなんかポンと置いてるやつなくなってんねんけど、それも捨てないで置いてるね。なんでか言ったら、やっぱりあった方がいいなってなった時よ。よっしゃ。で、なら、だからね、だんだんここが綺麗くなってきたらさ、もうこれもこれもな、100均やで、100均で買ったのを5年ぐらい使ってるかな、4年使ってるけど、せっかくやからこれもちょっとなんかね、いいやつに買い替えてみようかなと思って、それは思います。それは思うようになりましたよ。よいしょ。何でも茹でようか。これ何で作ろうかな、これでいいかじゃん。よいしょ。
外と思ったより少なかったな、ひじき。ひじきが思ったより少ない。次のバターなんちゃってるか。うん。人参サラダって。あ、そうだね。やってみましょう。いい？いいよ。人参サラダは何のことかと言いますと、一人何のことかと言いますと、塩入れとこうかな。はい。人参サラダは大根サラダと同じに、うん、すって、うん、すりむいて、すりむい、あのスライサーでやってな、そう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 、それですりむいて、なんか。ごまとかそういうのかけて終わり。うん。いつもみたいにすんねんな。そうそうそう。いいじゃん、すごく。いいと思います。でもさ、だから皆さんも見ててね、なんか使いにくそうやん、そのキッチンと思ったら。いやでもさ、使いやすいか使いにくいか最終的には私しか分かれへんところがあるから、そういうことだよね。先生に私言って、先生これ乾かすってどうしたらいいんですかって言ったら、洗ってさっと拭いて片付けたらいいじゃないって。ちょっとぐらい濡れてたっていいのよ。ハサミってどこ？ここ。こんなところに。うん。とこなかったらすぐ片付けんのよ。すごいことだよね。すぐ片付け、なんか私の中の常識がいろいろ変わっていった感じやな。なんかペチンできそうやぞ。ここに、なんか私はさ、こんなん考えたらさ、私一回さ、これ自粛期間、去年の何月か忘れたけど、キッチンを全部片付けますとか、私、あの時、恥ずかしいわ、もう今見たくもな、偉そうにさ、整理収納アドバイザーの検定3級合格したから、これがこんな風にすんねん、あんな風にすんねん、偉そうに言ってる。全然あかんやんっていう話。やっぱプロは違うな。私のその3級とほんまに人に教えられるレベルの人よりも私は。でもね、整理収納、私のやつがやったやつと、また先生のやつって、いろいろ基本的には一緒やねんけど、考え方がちょっと違うところがあって、先生の考え方って、まあ、いろんな考え方のね、お片付けの人のあれがいはるから、どれが正しいっていうのはないとは思うけど。見てこれ、どんな感じでひじきなんで分かる？ってことはこれほとんどタケノコと、ほんまタケノコもっと入れてもよかったぐらいだから、ほとんどタケノコがありますよね。しゅん、あかりちゃんと一緒にマグロ入ってきちゃって。あかり上がった？
猫ちゃん。だから私さ、ここをすごい拭くようになった、この壁を。前までこのラックがあったから、そんな拭いたりしてなかったのよ、ほんまに。なんかすごい拭くようになったわ。拭けるから。これだけでも美味しそうやねんけど。これだけでも、もう美味しそうです。私の中でちょっとひじきって火が通るイメージがあるんだよな。7時には食べられるよ、7時。でも、先生にこのキッチングッズはいらないな、このキッチングッズはいらないなってけど、唯一、これすごくいいじゃんって言われたものがあります。こういうことですよ、みたいな。それは、何かは、見てください。これがいつ配信になるかわかんない。あれやわ、コメント返しも、ちょっとね、4週分まとめて撮って、それでも最後まで、最後の最後までのあれが行ってないから、もう一週も取らなあかんな。一応ですね、お伝えしておきます。4月30日にバタヤ宴会ございます。まあ、もうゴールデンウィーク入っておりますが、入ってるんだな、入るだけだな。そして4月の30日からインスタを始めます。そういうことです。見てこれ、すごい、ツン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 、しくったそら豆、なんか包丁の切れ目入れとかなあかんやった、すっかり忘れてた。関係ないけどさ、最近さ、よくネット通販みたいなっていうのは、ね、広告みたいなんで、棚のなんか白いのが取れるみたいな、角栓っていうのかな、それが取れるみたいなのがさ、結局こう開いて見てないけど、なんかすごい、鼻からブワーって、鼻の大きさと同じ量の角栓出てきてる人おんねんけど、あれはあかんやろ、あれ、そう、満開すぎへんやね。それがあかんやろって言いたいねんけど、さすがに。うちのお母さん、このめんつゆとね、めんつゆと、
コーンも入れとくね。コーン入れよう。ひじきなのか野菜炒めにひじき入れてるみたいな感じよう分からない。ひじきなのかな。あーへいつらららら。お母さんこんな仕上げになってほしいな。山のお母さんね、めちゃくちゃ美味しいから。よっしゃ、でも3倍濃縮とかなんかな。包丁でピッと切り身入れていくんだよね。確かこの黒いとこだった気がするんだけど、抜くときに抜きやすい。まあもうこれ老眼やから怖いよ。一個間違えたら指切るであんた。これむちゃくちゃこでーす。毎日ね、皆さん本当にご苦労様でございますですよね。早く動画となってみんなに見てもらいたいな。でもスタッフさんとかね、カメラ回してる女の子とかは、男の子とか女の子とか結構今回大掛かりやから、いつも一人やるんけども来てくれて、んで先生の話聞いてたら、もう自分の部屋もどんどん変わってきたやつだから、ぜひ皆さんも見てください。ただ見てるだけでも、あ、ちょっとこれでこれ全部はできんけど、これだけでもしてみようかなってなるかもしれへん。本当に考え方が変わるかもしれへん。話聞いてるだけでどうやって編集してくれるかって分かれへんけど、それだったらそれはそれでラッキーやね。私完全に考え方ちょっといろいろ変わったからな。それはちょっとありがたいかも。ちょっと旦那と喧嘩になりそうな雰囲気のとこも、私に喧嘩っていうか、旦那が絶対うちのとこ怒れへん人やからさ、私が逆のこと言われてたら腹立つやろうなと思うけど、なんせマイペースやねんけど、私ははって思うことがあったよ、片付ける中で。本当にはぁって思うとき、ほんまに、はぁやで、ほんま、未だに思ってるけど、もうええわって感じ。こんだけ言っても分かんないと、もうええわって感じ。美味しそう。
ほんでご飯にも丼みたいにかけて食べたら私めちゃくちゃ好きやねこれ。ちょっと私しっかり食べてみようかな。しゅん一回テレビ止めなさい。もう1分以内にお風呂入ってみよう。今からタイマーかけます。よスタート。ラーメンも1本立ってる。はい、あと55秒。ここまでしないと入んないの、本当に。何やってんの？まだ宿題やってないの？信じられへん。宿題もせんとテレビ見て、ほんま。これもほんまに初めの方に作っといて、ちょっと時間経った方が美味しくなるのよね、こういうのってね。実はね、うん、よし、めっちゃうまい。よっしゃ、やる時間なんぼでもあったのに何を今さらしてるんだって言ったかもしれない。本当にもう、本当にもうもうもうだね。本当にもうもうもうです。私ドラマ撮ってるけどでも全然見てないの、このお部屋のお片付けやってて。なんかもう頭の中ごちゃごちゃというか。でもねこれ不思議なもんでさ、私さ、あの物を大切にするというよりも捨てるのがとりあえずもったいないし、使えるものは絶対ちゃんと使おうっていう考えがもともと強くて、ほんでさ、よくテレビでさ、あの綺麗なお家な見たらさ、なんかバスタオルが全部同じ色で揃ってたり、なんか綺麗だったりする。どこ開けてもなんか綺麗なって。私別にそんなええわと思っててんけど、だってほら今あるバスタオルとかあんねんからと思ったけど、私な今あるバスタオルずっと使ってんねんけど、ほんま一番長いのやったら10年使ってるバスタオルあんねん。もう子供が生まれた時からとか、で最近言うてももう3年は最低でも使ってるバスタオルやねん。綺麗なバスタオルだから、バスタオル自体がよう長持ちしてるわ。あれ乾燥機かけてるからやと思うねんけど。でもねこれを機会にバスタオルとかちょっとよくそのテレビでやってるように全部同じ色で統一してもええんかなってちょっと本気で思うわ。今までお金もったいないそうなんと思ったけど、なんかどん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 部屋が綺麗片付いていた時にどこを開けても綺麗ってすごいな、いいなと思って。だから先生の話聞いてたらな、先生の靴下3足しかないっていうわけよ。そのあの毎日マラソンしてあるけど、マラソンの以外の靴下ね、でも洗って使ってでこと済むからとか言って、で1年に1回新しい靴下に買い替えろって決めてんのって、へえと思って。私そういうのがないね、靴下。だから、まあ、これ喋っていいかな、靴下とかってね、あの途中で買い替えるね、ちょっと例えば5枚の5足あったうちの3足ぐらいがちょっとヨレヨレなってきたから新しいの買い替える。でヨレヨレなった5足のうちの3足を
捨てて新しいのを3足入れるけど、じゃあ2足ヨレヨレのまま置いてるやん。そういうことずっとやってるとだん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 もうヨレヨレのやつはタンスの中にあるけど、結局綺麗な靴下ばっかり履こうってなって、ヨレヨレなんかよっぽどのそんな履けへんと、履けへんけどまだ履けるから置いてるだけの靴下とかがあるみたいな話とか。確かにそうなのよ、まだ履けるから捨てへん、でも新しいの買うとかいうパターンあんのよね。だからそういうことでタンスの中がぐちゃぐちゃなってきて、タンスの中までがっていう話とか、とにかくね、先生がする話する話、はあ、なるほどねって感じ。でもちっちゃすぎるからいらんか。すごい身に詰まってるわ、このひじきが。このやろう、まあ、ひじきのあれするときはこの網でやったらあかんわ、これなかなか取れへんぞ。だから一番私のアブちゃんにも見てほしいわ、これ、この整理のやつ。でもそんなん言うたら外国にもそういう人たちいてんのかな、整理が得、なんか整理収、お家のお片付けおばさんみたいなんとかさ、世界にもそういうお仕事あるんかしら。ありそうやね。でこういうのはちょっと水切っときたいや。ほなちょっとここにこうやって置いとこう。よし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 、行きましょう。さっきまで水切ってやる。よし、2分ぐらいでいいかな。マメ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 なんかすぐ洗う癖をちょっとつけて、最近ちょっとそういう癖つけといてよかったところもあるな、これどうか。じゃ目の前に。切ってくんの？自分で切ってんよ。お兄ちゃんに切ってもらってごらん。お兄ちゃん切れるか。うん、やめれた。こっち持ってきてごらん。一番後ろから。
くよ。何？テーブルの片付けといてね。あと15個でできるかな今から。はい。湯がけてると思うんだけど、まだかな。どないですか？もう1時間経ってるやんけ。まあ、ええやろ、どう？よく食べてみようか。一つ食べてみましょう。浮いてんのと沈んでんのの差は何ですか？何ですか？まだかな、ブク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 ってなってんから。まだかもしれません。一番大きいの食べてみたらいいか。小原さんこれ殻ごと食べんね。殻ごと食べられんねんってか、食べられるけど美味しくはないよね。うん、あともうちょっとかな。これもで結構いけるときあるからな、ザルにあげた後。それでも頭にちょっと入れとかなあかんけどな。まあいいか。あ、ブクブクなったわ。わかる？これがブクブクなってるってことは火が通ってる証拠でしょ。いっちゃいましょう、タイマー。よし。重たいな。あ、重たい。よし、で、餃子焼くか。餃子やってまいっちゃう。あ、米炊けたぞ。これひじきっといたら明日ひじきいってるから。今日なんだかんだでおかず多いわ。いい感じです。先生、このね、これが美味しかったから、これ羽根付き餃子の、これ確か油、あ、でもね、これ火、置いてから火やれやったかな。置いてから火やれか。あー、もう老眼伸びしめで全然わかりません。チンプンガムでございます。チンプンガムです。油と水は使いません。中火で5分蓋をして、水もいらないのか。中火で5分蓋をして、弱火で5分、了解でーす。あ、こっちだ。なんかいろんなところの場所が止まったから。よっしゃ。ギリギリです。なんでフライパンに凍った餃子並べ、並べ引きをつけるかな。さっき並べてたから。この餃子美味しかったな。これ大阪王将だから、多分このここに片栗粉の水分とか こんな感じやね。この白いここの大きな部分がこうね、こういう感じで。よいしょ。麻雀のパイを並べてるような。麻雀とかってルール覚えたら楽しいんかな。私多分私に合ってると思うんです、性格上。私全然ルール知らんけど、私の性格上ああいう頭使うように好きなのよね。なんか
ち並べとかでもおもろいやんな。いいか、よっしゃ。よっしゃー、よっしゃー、なんかしよう。あぶねー、野菜室入れたら溶けちゃう、じゃん溶けちゃう、じゃんじゃんじゃん、溶けちゃう、じゃん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 、中央でいけいこう、中央でいけいこう、よし、よし、もうやっていくよ。そうそう、皆さん、ここが食器棚になったのよ、まさかに。ここが食器棚になったんですよ。全部つけるのよ、好き。お前が出したのに全部片付けろって。なんかおかしいな思ったんや。これ卵いるやん。おかしいな、卵入れてへん。なしとんねん。ほんまに、ほんまには無事なしとんねん。ほんまにすいません、ほんまにすいません。これになったやん、スプーンとかお箸がこっちに。はい、テーブルの上拭いて。お母さん、どんどん並べていくよ、お皿。オッケー。いや、なんで私。もう、片付けてくれるよ。うん、片付けてね。迎えが早かったからだよね。そうだね。もう、いつもこれがいいわ。毎日大切だから。何が？遅すぎて。最近は特にあれだったね、お寺のことやってたから。そうかな、いつもだったんだ。文句はね、やっぱ早く風呂入ったりしんや。ほんならお母さんばっかり悪いみたいに言って、自分たちだって何もせえへんよ。お母さんが言ってからどれだけ経ってから入ってんのよ。一人したよ。なんかいつもと違うなと思って、久しぶりに作ったからちょっと感じ変わったのかな思って。変わったんじゃないんですよ、私がぼーっとしてただけですよ。ママ、はい。チンチン病気マンズって言ってる。ああ、そう。自分でチンチン病気マンズって言うのおかしくない。もっと聞こえて。もっと聞こえるように。チンチン病気マンズです。皆さん聞かせてこう。あれ、お母さんどこやったっけ。あれ、これか。やっぱあれ、そこにあったらあったで楽なんかな。これはここに置いた方がいいかもしれへんな。またしばらくなかったらないでいけるけど、
ママのものばっかりなんだけど、ママ洗ってね。その先生の片付け方はもう終わり。あれなの、キッチンなのでリビングを一番最後にしましょうっていう先生の順番があって、その順番通りにやっていったらリバウンドしないっていうのがあるのよ。あ、じゃあ塩がちょっと足りなかったのかも。上からちょっと塩振ってみよう。枝豆みたいに。何にも味しない。お母さん食べた時美味しかったよ。え、食べるし、吸ってんじゃない。本当？おかしいな。やばい、かけすぎたかも。イケミ辛いよりもちょっと味ないぐらいの方がいいんやん。何でもかんでも。めちゃくちゃかけてよ、ママ。見てよ、これ。混ぜたらいいよ、ちょうど。混ぜていい？うん。混ぜたらあかん、混ぜたらあかん、人生混ぜずにこれ混ぜて、何を混ぜんねんそれ。空豆塩を振りすぎたマジで。ベロで指を舐めたらうまい。なるほど。最近ホッキングやったからあれがちょっとあれかな。お願いします。お箸とお願いします。おっ、もっと遠くで投げてやった。キモッタ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 。手拭いて、手拭いてちゃうわ。手拭いて、手拭いて、訳して手拭いて。そうやな、そう、合ってるわ。手拭いて、手拭いて、なんかここ手拭いて、手拭いて、テーブル拭いて、手拭いて。自分の片付けられてないじゃん。自分で出し、全部つけてるくらい片付けろよ。自分で出した鉛筆削りくらい自分で片付けろよ。お母さんの美味しい漬物。八丁毛まな。八丁毛まな。ほんまにここはもうべちゃべちゃやね。なんかいっぱいゴミ落ちてる。だからいつもこんだけのゴミが落ちてたんやで、ほんまに。かなわんな。よいしょ。もうちょっと入れておけるのかな。お味噌汁
これ何？ちょっと濃いな。何が？あ、それほら、あの、そら豆の辛いでるって感じ。そら豆を剥いて食べるでしょ。え、そうなの？だからまじかかったんだよ。枝豆みたいに周り取るんだよ。え、ママ昔さ、大丈夫大丈夫食ってたじゃん。いや、それまさこやってお母さんしゃあもん。ママずっと食ってたよ、皮むいたの。本当？あ、じゃあ剥いた方が美味しいよ。そういうことか言って、うん、じゃあ味しないじゃん、なんか、うん、なんか味しないじゃん。枝豆だってちゃんと味してるでしょ、中しか食べてる。それと一緒よ。シュンとあかりも呼んできて。シュンあかり、終わり。よし、もうあとは入れて食べるだけでございます。一回ママさ、剥いて食ってみてもいい？いいよ。小倉さん食べてたから。金ごはんも食ってたし、大丈夫。あ、そう。はい。じゃあさ、ママ。うん。俺今からそら豆が全部剥くから。もうそ、いや、それ違う。食べながら剥くのが美味しいんじゃん。やめてよ、それ。リュウ、違うよ、それは。シュンとアカリのためにそら豆の皮めちゃくちゃ剥きまくって、俺らは皮だけ食べる。いや、やめてって、そんないいの。皮うまいんだもん。じゃあ、シュンたちが残った、食べ終わったやつだけもらえばいいじゃん。なのに、そういうめんどくさいことはやんないんです。めんどくさい。めんどくさいことなんてやらないの。わしは難しいことはわかんない。そんなことはできないけど、怒られるの得意だ。わっしょ。ママを挑発して怒らせれば、スイッチ隠されるいつの間にかにスイッチなくなって置き手紙置いてたスイッチどっかに隠しました。それお父さんやろ。見て最悪だ。頭ガビボーンってなった。ガビボーン。でこれで運ぶ早いよ。これもうそうするよ。一個で一個ハルンのよ。でもでもあの人ご飯やで。やったー。ご飯やで。ごめんなさい。臭いとゴミに飲んで too much yourself。全然焼けてんやけないねんこれ。どこが焼けてるんだい。おい、やばいやんけ。なんかもうちょっと焦げ目欲しいよな、うん、多分なんか油、なんか今日はもう卵入れ忘れたり、多分油が足りねえんだよ。いや、油入れんでいいねんだってこれ。そういうあれやから。さあママ、今日もジュースじゃダメですか。あ、いいよ。てか空いてるからさっきも買った方がいい。あ、コーラがある。コーラ飲んだらまたあんだけっぷやないや。なるでしょ。大丈夫、ゲップは出せば治るのよ。 お箸もそのまま持って、お箸も並べたの。並べて、いや、これからはこのままポンと持っていってみる。持っていってよ。あ、ほんと、ありがとう。これが too much of salmon。 おー、あ、どこ行った。これが見えん。あれ、氷は、あれ、氷どこ行った。あ、いった。あんたの声、お母さんもでかいけど、さらにでかいから嫌やねん。
変わんないでしょ。だって言ったらまだまだうるさい。なんかドラマとかでゾンビが来てうえーって言って普通に歩いてて、いつとかで、前なんか気配がするなって前向いてて、後ろ向いてなんかいるな、前向いて、いやでもなんか気になるなって、また後ろ向いて前向いたらなんかいて、ギャーって、もっとなんか高い音じゃん、ギャーすぐ食べられるようになってますか。どないですか、焦げ目つきましたか。大してつけへんぞ。まあまあまあ、まあ、あーすごい、なんかついてるとことついてないとこの差が激しい。よし食べよう。こんな時間できました。どうぞ、いただきます。それだけでよ、初めから。いただきます。はい、召し上がり。味噌汁うまっ。おいしい。今日タケノコの先っちょの方だけ。はいはい、今日さここにやって。しゅんくんごめん、これの人参しりしりのあれ持ってきて。あ、ごめんごめん、スプーン持ってきた方がいいかも。ゆうも餃子食べる。うん、はい、スプーンお箸の横になったら場所変わったよ。スプーンでっかいのかな。だからお箸の横だって言ってるじゃない。あなた全然お手伝いしないからわからないのよ。それじゃないでしょ。お箸の横の横の横。あ、お箸の横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 。フォークと一緒に入ってるよ。ママ。うん。でさ、番組とかさ、アタック25ってあるじゃん。うん。でもあれをさ、なんか言うならちょっと変えるじゃん。アタック25。メガネ。はい。アダック27とかやってるじゃん。うん。もうそれできるよ。うん。アダック26。アダック26。はい、やってまいりまいりました。どこで噛むね。龍之介の。どこで噛む。アダック26。まず第一問。でれん。僕のお母さんは朝起きたらおならするかもしれない。そればっかりやんか。二択なの、はい？アタック26は。ピン。はい。俊介さん、おならをする。どうでしょうか、正解はどうでしょうか。ドルルルルルでーん、します。アタック25。25になってもうた。佐藤さんのお店商売繁盛。佐藤さんはよ食べや、うるさい、食べなさい。もうナイフネット生命に行ってみました。なん、どんだけ CM 入んねん、その番組。アタック26は CM が多すぎる。アタックチャンス、まあ、ええねん、チャンス。早く食べ、もう。なんで1問目で2問目から急にチャンス入んねん。おかしな話やん、もう。なんか餃子が2個くっついてて、でかいなと思った。うん、そうで。だから、真ん中で、真ん中で割っちゃって。割っちゃって、割っちゃって、割っちゃって、割っちゃって。しゃもな。ご飯に乗せちゃって、乗せちゃって、乗せちゃって、乗せちゃって。旬どう、美味しい？うめえ。はい。旬は人参しりしりがあれば何でもできる。皆さん、これ舐めちゃいけないよ。むちゃくちゃ美味しいよ。マジで。じゃあ舐めたいでおきます。うん。多分、龍、これ止まらないと思うよ。美味しすぎて。餃子ここに置いといて。次食べるように。はい。じゃあ餃子の前にこれね。何？
その前に僕の歌餃子って言ったじゃん。声も顔も不器用なとこも全部いやもう注意するんかな思った歌うんかいなの。わからない、どういう意味そう的確なツッコミですね。どういう意味悪魔の笑い方でしょそれ悪魔の笑い方さんまさんの笑い方むっつりすけべの笑い方キモいなこの家の子供たちの笑い方キモすぎるやろ普通の人普通の人言うてんの早く食べへんやもう早く食べへんやもん頭の笑い方。もう声が耳が痛い。マジで静かに食べても耳痛すぎんねマジで。はい食べてってしやん。耳痛子です。ほんまにやめて。ほんまにやめて。しつこい。変なスイッチは入ってんじゃない。食べへんねったらごちそうさましいもん。もう俺まだ。はいはい。おいしい。りゅうこれお前ちょっとご飯のっけてちょっとでいいから食べてみてよ。一つだけでいい？うん。しゅんすけと僕の笑い方は。ちょ、もう、ひじきに関する話しちゃうんかいな。さんまさんの真似をしようとしてんじゃなくて、そうなっちゃうんです。わかります。本当に真似すんじゃないよな。うん、本当の笑い俺。あ、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 とかじゃなくて。いや、シュンのいつも笑えば、ヒヒヒヒヒって笑うじゃん。え、なんか、悪ガキみたいな。やめた方がいいですよ。癖なるから、やめとき。なんで俺、本当にこういう。癖というか、もうこの笑い方でよいって。うん。もう死ぬまで一緒やん。だからご飯の上かけた方が食べやすいでるよ。ご飯の上うまいやろ、うん、だから言うたんやお母さん絶対リュウが好きな味やから赤ちゃんも食べてごらん。食べた。どれ食べたん。黒いやつ食べてごらん。黒いやつ食べたら髪の毛めっちゃ黒くなんで。えやめとこ。なんで。え体にいいね。海藻やから体にいいのよ。海藻って海のおばあちゃんになってまたも海外を掃除してくれる。よっしゃ食べろ食べろ。どうわかり、ママ食べたけど美味しかった。おいしいやろ意外と。あ、あかりちゃんひじき好きなんだ。しゅんは人参、もう人参しりしり作っといてよかったらほんま。結構長いな今日この食べてるところも。まあいろんなアタック26とかやってるからね。やってるからね。そら豆食いたい。はいはい。あ、そら豆食べてみて。だまあもう終わる。終わろう。はい。じゃあ何点ですか？いいな。はい。1、10、100、1000。万。万。え、1000。もう分かれへんね、あかりちゃん。100、100万点だよー。はい、ありがとう。何その言い方だよー。しゅん。100点。ありがとう。アタック26。ママ朝おならしてるか。はい、おならしています。何番？100番。赤。ドゥン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 。なんだっけ。何枚？7枚全然やっぱりやっぱりやっぱり見たくないからあれもあれは。はい、何点か。さん、坂井正明さんな。はい、ゆっくり食べましょう。お母さんも食べます。ぶたぶた、チャンネル登録、チューチューボタン、ブルマークもしてね。ビーカン。ビーカン。